リンカーンの破壊支給衆議会場2006年の竜巻で破壊されたホテルスプリングフィールドはアメリカ合衆国イリノイ州の州都及びサンガモン軍の軍庁所在地である。この都市は1819年に作られ、1823年に軍都となる。1837年、バンダリアより遷都されてイリノイ州の州都となり、議会が1839年に初めて開かれる。 2000年現在の国勢調査で、ここの人口は11万1454人である。イリノイ大学のスプリングフィールド校は、都市の南側に位置する。スプリングフィールド市は、北緯39度46分60秒、成形89度39分1秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積156.2平方キロメートルである。 このうち139.9平方キロメートルが陸地で16.3平方キロメートルが水地域である。総面積の10.46%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口11万1454人、4万8621世帯および2万7957家族が暮らしている。 人口密度は796.9平方キロメートルである。384.2平方キロメートルの平均的な密度に53,733件の住居が立っている。この都市の人種的構成は白人81.01%、アフリカン・アメリカン15.34%、人口の1.20%がヒスパニック、またはラテン系である。 この軍内の住民は24.0%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.8%、25歳以上44歳以下が29.8%、45歳以上64歳以下が23.0%、及び65歳以上が14.4%に渡っている。中央値年齢は37歳である。 女性100人ごとに対して男性は88.6人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は84.6人で、ある。この年の世帯ごとの平均的な収入は39,388ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は51,298ベイドルである。男性は36,864ベイドルに。 対して女性は28,867ベードルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は23,324ベードルである。人口の11.7%及び家族の8.4%は貧困性以下である。全人口のうち18歳未満の17.3%及び65歳以上の7.7%は貧困性以下の生活を送っている。 イリノイ州のほぼ真ん中に位置することから、イリノイ州内の交通の要所の一つとなっており、週刊高速道路55号線や、ルート66が通っている。また郊外にスプリングフィールド空港があり、シカゴのオヘア国際空港や、マリオンなどとの間に定期便が就航している。ありがとうございます。